ああロイヤルクロック外しちゃった。どうも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 皆さんこんにちは、しょうきょうです。今回はですね、私先ほどですね、はるぽぽさんの生実況、生ライブリプレイをですね、実況しましたけれども、今回私の出番でございますよ。私今回は1番を攻めていきたいと思います。こういう、こういう村なんですよ。村的には防衛説はカンストしてるんじゃないですかね。多分してますね。はい。そして相手のヒーロー44時なんですよ。これがね、ちょっと結構厳しい面ではあるんですけれども、壁的にはね、レゴ壁ドクロということで、攻める時のメンタル的には余裕なんじゃないですかね。ことはゴーということで、いきます。うわー、オメガさん頑張りますよ。頑張りますよ。天才さん、ありがとうございます。いきます、全員いきます。1番、いやほんとやばい、この上ない手の震え、前置きが長くなってですね、早く攻めろということで、早速行きたいと思います。しゃあ、援軍よし、呪文よし、ヒーローよし、ユニットよし、これはねノリで行くしかない。ちょっとチャット見たくなっちゃうって。攻撃、しゃあ行くぞ。援軍釣り出しをします。そこターゲット取る？結構、そっち、結構援軍連れてますね。ちょっとやばい、援軍、ゴーレムが結構先に行っちゃって、パーセントがあんまり取れてないっすね。いいっすね、ここのウィザードいいっすね。ここ大工の小屋も できれば破壊していただきたいんですけれども、できればでいいんですけど、破壊してく、破壊してくんないということで。でですね、ここは1リット、はい、ありがとうございます。ここは多分ババターゲット、ウォールブレイカーで、そっち取る。なるほどなるほど、ここは確実に行きたいですね。なるほどなるほど。そしてここもできれば破壊したいんですけれども、4体ぐらい行けばいいっすね。はい、ここであとは釣りまーす。いやー、なんだこれ、緊張するのやばいな。でですね、今回は、この声の震え、わかんないですね。釣り出しバイバイしたいんで、ネクロマンサーを、ウォールブレイカーで釣っていきます。そうですね、ここら辺で釣ります。で、次で、釣り出しバイバイということで。はい、ありがとうございます。ここでですね、ポンポンポンとポンとやって、ネクロセット。で、ゴーレムを出していきます。で、結構16体いるんで、結構余裕ありますね、今回。ターゲット、そうですね。で、結構多めにサイドカットして、アーチャークイーンを先に出して、ベッカ、ババキン出して、ジャンプを打ちますと。いいんじゃないでしょうか。で、レイジを打って、アーチャークイーン巻き込みつつ、インフェルノを凍らせます。ちょっと早すぎたかな。いいんじゃないですかね。ロイヤルクロック外しちゃった。バカ、バカバカバカ、バカやん、やばい、これやばい、うわアホだ、アホ、これめっちゃアホ、これ、いやほんとバカだな。いけ、タウンホール取ってくる、ガチで。うわバカだ本当に。いいっすね。あぶねえ、あぶあぶねえ、あざすあざすあざす、ほんと、なんなんすかね。いや、ほんとに今手震えました、ガチで。ガチで手震えました。いや、ロイヤルクロックバカでしょ、今の。あれだっす。いや、マジ、第一声ロイヤルクロックですよ。ロイヤルですよ。ロイヤル、ロイヤスじゃん。ロイヤル、ミスりました。ミスりました。いや、これ、ほんとに、ほんとに。ということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、クロス実況やっていきたいと思いますので、ぜひとも、はるぽぽさんのですね、動画もぜひともご覧ください。動画概要欄にリンク貼っておくので、ぜひともご覧ください。ということで、釣り出しバイバイ、そうですね。ご視聴ありがとうございました。